皆さん、こんにちは。私、弁護士水上と申します。今回はですね、48時間でできるローカルフード条例ということで、若干説明動画をお送りしたいなと思ってるんですけど、私は、川田隆平議員に声掛けしていただきまして、インニャクさん、鈴木さん、堤美香さんと、今後のプロジェクトに賛同し、弁護士の立場からお手伝いをさせていただいております。で、今回のローカルフード促進法との関係でも、条例との関係でもですね、今まさに実現に向かって動いているところですので、ぜひこの動画で実際に法律が、できた暁にはというか、条例でさらにですね、地域で具体的に話を展開させていくための一助になればいいなと思って、ご紹介させていただきたいというふうに思います。では、画面を共有しながら進めていきたいなと思います。ここではですね、48時間でできるローカルフード条例ということでお話をさせていただくんですけど、そもそもローカルフード条例って何かというところになるんですが、これは、この度、ローカルフード促進については、法律ができようと、いうふうにしておりますけれども、その法律に従ってですね、実際に地域の中で、種苗、種や苗を育て農業を進めていくことによって、地域自体を活性化していくというためにですね、ビジョンであるとか目標であるとか、行政の役割、責務、具体的な推進策、民間主体の役割、多様な連携のあり方などを具体的に進めていくという根拠を定めた条例ということになります。で、これは各地域ごとにですね、さまざまな取り組みを条例の中で定めていくということになるかなというふうに思っています。で、この条例の前提になっている法律というのが、今まさにですね、川田隆平議員や、インニャクさん、鈴木さん、堤さんらで一生懸命進めていただいております、地域在来品種等の種苗の保存および利用等の促進に関する法律というのがございます。で、この法律、法律自体を解説すると、ちょっと長くなってしまうんですけど、ごく簡単にご紹介しますと、地域の在来品種等の、種苗を保存すると。で、さらにその利用を促進すると。地域でもともとある種苗を使っていこうというふうにするための基本理念や基本方針の策定、その他必要な事項、具体的に言うと、情報提供とか、種苗の提供とか、生産技術支援とか、人材育成や知識継承とか農業者の支援みたいなことを定めることによって、地域在来品種の種苗の保存および利用を促進する施策をですね、総合的かつ効果的に推進し、それによって農業の持続的かつ健全な発展および農村その他の地域の活性化、食料の安定供給の確保、国民の豊かな食生活の実現、この3つを実現することに寄与したいということを目的とする法律と。ということになります。で、この法律の基本理念はですね、地域在来種、地域の中でさまざまな、もともと作られていた在来の品種というのがあるんですけど、これは経済性その他の事情で民間だけで保存していくのはかなり難しいので、地方自治体や国がですね、まず国が基本方針を定め、それに対して地方自治体が区域の自然的経済的社会的条件に応じて創意工夫を生かしつつ主体的に取り組むという支援をすることで、種苗を守り、またその利用を促進していくということを定めた法律です。で、これは公共セクターがですね、独りよがりに支援をするということになってはいけないので、農業者というものが重要な役割を演じているということを法律にも明確に書いた上で、取り組みを行う農業者の権利利益が保護されるように配慮しなきゃいけない、意見も聞かなきゃいけないというふうに作られている法律です。これ非常にこの法律の特徴的なところでですね、国や地方自治体がちゃんとした支援をしますよということを定める一方で、主役はむしろ農業者、地域の人であって、その人たちの意見や要望をちゃんと聞いてくださいねということが、法律の中で明確に定められているというのは、非常にですね、農業者本位に作っていただいている法律なんじゃないかなというふうに思ってます。で、この法律、今、全13条からなる法律なんですけれども、
目的から始まってですね、さっき言った農業者の意見の反映といったところまでいろいろなところが網羅されています。で、中でも、条例を作る中で具体化していく必要があるところの一つとして11条12条というところがあるんですけど、農業者に対する支援、これ法律では助言とか情報提供とかさらに財政支援についても行えるというふうに書いてあります。で、それをまあ具体的にどういう形で進めていくかというのは各地域の実情に合わせて条例の中で定めていくということになってくるわけです。また12条、国民の理解と関心の増進の中では、例えば生産体験活動をできるようにしたらいいですねとか、あるいは学校給食で利用したらいいですかとか、あるいはちゃんとした広報活動をしましょうねといったことが法律の中でも列挙されておりますけれども、各地域ごとにどんな種別の農作物についてどういう活動をするのがいいかといったようなことは具体的に条例の中で定めていくということになりますので、このあたりの部分についてはですね、国の法律をより具体化具現化していくために条例というものを積極的に組み上げていくということが必要になってきます。で、こうしたローカルフード条例はもちろん各地域にですね、作ってくださいというふうに陳情するということも必要なんですけれども、ローカルフードというのはですね、各地域が主体になって自分たちで育み育てていくということを、まあ、基本的な性質にしているものですので、この条例自体をですね、地域の皆さんが自らですね、自分たちで条例を作ろうというような目的を立てて議論してみたらどうだろうなというふうに思います。で、こうした議論をするということ自体がですね、地域の中でローカルフードっていうものをどういうふうに今後育てていくかということの非常に重要なきっかけになってくるというふうに思っています。で、具体的にはですね、まず今の状態、何が問題なのかと、地域の農作物のどういうところが問題なのかという問題点をはっきりさせる、自分たちの地域の特性や課題を明確化する、例えば後継者問題なのか、あるいは作った野菜の値段がなかなか上げられないみたいな話なのか、あるいは生産能力の問題なのか、学校給食でもっと使いたいみたいな課題があるのか、そういう課題を明確化する。で、それに対してどんな仕組み制度でこの問題を解決するかという方向性を定める。で、最後に具体的な条文に落とし込んでみるというようなことが、ここでの議論で、細かいですね、条文の細かい文章についてはですね、ある程度専門家の方にも協力をしていただいてということになると思うんですけど、こういう内容が必要だよねっていうところについてはですね、2日間のワークショップを通じて、各地域でみんなで議論をしながら作っていけるんじゃないかなというふうに思っています。具体的にはですね、じゃあこの2日間何するかという話なんですけど、まあ、大きく、2日間午前と午後でレクチャーやワークショップをして、具体性のある条文のイメージが、定まっていくということになるかなというふうに思っています。例えば1日目はまず世界の動きをちゃんと見てですね、でその上で地域の課題と現状を整理するワークをする。で、午後にはじゃあこういうビジョンで条例作りたいねっていう基本方針を考えて、さらに盛り込みたい仕組みのアイデア、やっぱり学校給食だよねとか、やっぱり体験だよねとか、そういうことを自分たちで組み上げていく。条例の条文案というところまではいかないかもしれないですけど、どういう形の基本骨格の条例を作っていくかという議論については、この1日目の議論の中でかなり議論を進めていけるんじゃないかなというふうに思っています。次、2日目。これ連続の2日じゃなくてもいいんですけど、例えばある週の週末に1日目をやって、次の週の週末に2日目をやるとかでもいいんですけれども、基本的には大体2回ぐらい、2日間ぐらいのこうしたワークショップが必要かなというふうに思っていますが、2日目は、まずローカルフード法案、今回、まあ、国の法律として作っていく法律の、まあ、仕組み、どういう形になっているか、どの部分が条例に任されているかといったところの仕組みをレクチャーで知っていただいて、その上で条文化に向けた手法、具体的には例えば支援ってどんな種類があって、どういうふうに条文に書くとどういう支援ができるのかといった少しテクニカルなワークをしていきます。で、午後には、先行している他地域の仕組みみたいなところを、先行事例を勉強していただいて、
さらにモデル目次案をベースに情報イメージを実際考えてみようというワークをしていくというような構成を考えています。でこれについてはですね、ゼロから条文案を作るっていうのはなかなかの普通法律を専門に勉強している方以外は難しいので、こちらの事務局の方でですね、条文の、モデル条文案みたいなものをですね、いくつか準備をして、それをこう組み合わせていくとある程度形になるというような議論の仕方ができるんじゃないかなというふうに思っています。まあパズルをこう組み上げていくとモデル条例ができるみたいなですね、そういう割とやりやすい形にできたらいいんじゃないかなというふうに思っています。で具体的なステップは5つあるんですけれども、まずは立法事実を整理するというのがあります。で立法事実って何かっていうと、そもそもなんでこういう支援が必要なのか、そもそもうちの地域の生産している農作物でどんなものがあって、どんな人が作ってて、どれぐらい昔からやってて、どんな課題があるのかというところをですね、ちゃんと整理しようというのがステップ1です。で、まあ具体的には1から今4まで例示してますけど、登録品種ってどれぐらいあるのかなとか、ローカルフードって地域内でどれぐらい利用されてるのかなとか、地域の農業従事者ってどんなことを課題に感じてるのかなとか、あるいは、種や苗、水や土に地域が主体的にアクセスできなくなると、どんなふうに問題が発生しちゃうのかなといった、まず事実関係、法律の前提になっている課題というところをちゃんと整理をしていくと。で、ステップ2で、じゃあこんなことを条例に入れる必要があるよねっていう基本要素を考えるというのがステップ2です。でこれ、例えば2050年にはどんな生態系や食文化を実現したいかっていうですね、自分たちのビジョンをまず考えていく必要があるね。じゃあ自分たちの地域でローカルフードを推進した食を通じた健康増進を図っていくっていうことって、どれぐらいきちっと打ち出したいんだろう。地域内のローカルフードを推進していくための必要な環境整備ってどんなことができて、それってどれぐらい行政がしなきゃいけないんだろうみたいな基本的な要素ですね。自分たちがこの条例の中で打ち出したいコンセプトや、行政が実際にこんなことをしなければいけないんじゃないかという責務みたいなところを固めていくというのがステップ2です。で、さらに、正当な自家増殖の継続とか、地域での種苗のブランド化とか、学校給食等々を含めて子どもたちに地域のローカルフードを守る大切さをちゃんと伝えて継承していくとか、そういったことについても考えていけたらいいんじゃないかなというふうに思っています。このように条例の基本的な骨格ができてきましたら、ステップ3としては次に条文化に向けた方法というものを整理していくことになります。これは2日目ですね、に実際にワークショップを行う内容ということになりますが、例えば2050年のビジョン、スローガン、目標みたいなもの、あるいは3年程度の行政計画、2050年だと遠すぎるのでですね、もうちょっと身近な計画、さらに農業従事者の調整とか配慮規定、意見をどういうふうに聞くか、聞き方みたいな話であるとか、飲食店での積極活動など、民間の役割規定、行政だけではできないことも多いので、地域の飲食店や、商店等と、どういうふうに連携をしていくか、おそらく責務、義務は行政に課される条例になるんですけど、連携とか協力っていうのはですね、地域の飲食店や商店ともかなりしていく必要があるねということになります。で、加えて、もし基金とか税制みたいなところに対しても、検討していくんであれば、そういう規定、税金いじるのはそれなりに大変なんですけど、支援のための基金を設置するみたいなことっていうのは、現実に考えられてくる可能性が十分にあるんじゃないかなというふうに思っています。で、実際には条文の目次イメージみたいなものを最終的には作っていく。条文の細かい法制執務っていうんですけど、文言の部分をですね、実際に行政の担当者の人に相談をしながらってことになるんですけど、それぞれの条文の目次がある程度決まって、そこにはこんなこと書いてあるといいねっていう中身の話について議論ができるというところまでが、この2日間のワークショップのゴールということになります。で、以下は例ですけれども、例えば目的があって、地域の中でこういうふうにローカルフードを促進していきたいねっていう目標を掲げて、それに対して行政はこういうふうに責任をしますよ、こういうことはしますよというのが書かれてて、実際に、計画としてはこういう計画です。さらに、地域における自家増殖についてはこういうふうに考えますよ、
っていう方針があって、農業試験場等が保有する権利の適正な利用と調整みたいな規定とか、あるいは食育とか学校給食の利用みたいな話が書かれて、さらに後半には地域内事業者との役割や地域住民との共同、他地域との連携みたいな、まあ、連携規定が書かれて、まあ、10条にそれを実施するための基金を作りましょうみたいな、そういう構成が、まあ、例えば一つ考えられるかなと。でもちろんこれはこういう例に過ぎないので、地域ごとにですね、うちはこういう条例にしたいとか、それはオリジナリティのあるさまざまな取り組みがあったらいいんじゃないかなと思います。全く同じ条例をですね、法律の条文の目次に当てはめて作っていってもしょうがないので、各地域ごとに住民の皆さんの議論によってですね、斬新な条例を作っていくというのも面白いんじゃないかなというふうに思っています。で、そういった形でですね、まあ、ワークショップで条文全部できるってところもあれば、1条しか作れなかったよみたいなところもあるかもしれませんけれども、とにかくイメージが作れたらですね、それを他の地域の住民の皆さんとも共有してですね、いいところはお互いに真似し合うみたいな形の仕組みを作ることができるとですね、単独の地域ではなかなか作りきれなくてもですね、複数の地域の皆さんが協力し合うことによって、非常に質の高いローカルフード推進条例ができるんじゃないかなというふうに思っています。このような形でぜひともですね、皆さんとともにワークショップという形でですね、実際に条例を作り込んでみる、でそれを持ってですね、ついてはこういう条例作ってくださいっていうふうに各自治体の議会にお願いをしに行ってみるというような活動ができたら非常にいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということでですね、ここでは、48時間でできるローカルフード条例ということで、実際に今、まあ、川田隆平議員中心にですね、進めていただいている、ローカルフード促進法のですね、現実に具体化、具現化するための条例作りというところについて、若干補足でご説明させていただきました。で、こうした条例をですね、実際作ることができれば、このローカルフード法条例プロジェクトで全国に循環型の食のシステムを導入することができれば、安心安全な国産の食べ物と農業、子どもたちの健康をですね、私たち自身の手で守ることができると思います。こういう議論をすること自体がですね、地域の中の農業を守り育てていくための重要なきっかけになるというふうに思います。なので、ぜひともですね、こういう取り組みを積極的にチャレンジしていただけたらなというふうに思っています。ぜひ、条例作り等でわからないことがあったらですね、質問等サイトから入力していただければと思いますし、私も必要に応じてまた補足の動画などアップできればいいなというふうに思っています。ぜひ、皆さんの住んでいる市町村にローカルフード条例を作っていただいて、一緒に日本を変えていければというふうに思います。食の安全を高めて、地域が食を通じて発展していくということが、日本の地域を変え、支えていくことができるきっかけになると思います。ぜひ一緒に頑張っていければと思います。よろしくお願いします。以上です。